三部優子は、日本の女性声優、ナレーターである。アクセルワン所属。東京都出身。東京工芸大学芸術学部写真学科卒。愛称は、UU。血液型は、B 型。身長156センチメートル。既婚。代表作に、だ、だ、だ。公共紙片、エウレカセブン、イエス、プリキュア語、エリアの騎士、お尻探偵。 デジモンアドベンチャーなどがある。2000年のだ、だ、だで声優デビュー。開始当初はキャラクターと同じ中学2年生だった。その後も少年役で経歴を重ね、2005年の公共紙編『エウれかセブンが初主演作となる。当該の宣伝ラジオにおいては、なぜか香里と共に初のメインパーソナリティも務めた。 2006年には、桜蘭高校ホスト部にて、テレビアニメでは、初の名前付きの女性役を演じ、2007年の、イエス・プリキュア後、は、自身初の女性主人公担当作となり、また、経歴の中でも、長期となる2年間担当している。2007年5月頃に、劇団は格差を退団、フリー期間を経て、同年11月1日付で、プロダクションバウバブ部所属となる。 2010年には、所属事務所の講演、歓喜の歌で久々に舞台にも参加した。2011年10月1日付で、バオバブからアクセルワンに移籍することとなった。翌2012年、エリアの騎士にて移籍後発の主役を担当。2013年2月28日に、一般男性と入籍したことを公式ブログで発表。 2014年10月1日に第一子を出産したことを公式ブログで発表。その際の産休中はヒーローバンクの豪商カイト役は水野まりえが代役を務めた。2019年3月9日に声優アワード主演女優賞を受賞した。7月5日、第二子を出産したことをツイッターにて発表した。2021年8月18日、所属事務所より 新型コロナウイルスに感染したことが発表された。9月6日、健康観察期間を終了し、仕事に復帰したことを、所属事務所が発表。小学生時代は、谷川文子作品の大ファン。学校の音楽会では、歌うのは必ず、アルトパートになり、ソプラノパートを歌える生徒が羨ましかったと語るなど、声優業を始める以前は、自身の低く。 ハスキーな声にコンプレックスを持っていたことを明かしている。自ら紹介する際には、ギャラクシーエンジェルの現場で呼ばれ始めた。悠々をあげることが多い。他にも、ペイちゃん、ミカメちゃん、サンちゃんなどの愛称がある。黄色いアヒルのキャラクターが好きで、グッズも多数収集している。アヒルがプリントされた T シャツも持っている。中学時代は、演劇部、高校時代は、 放送部にて活動。また、大学時代は、写真学科にて学んでいた。好きな異性のタイプは、面白い人で、サマーズのファンを公言している。歌手では、スピッツ、雪のファン。悠々白書では、桑原和馬、美少女戦士、セーラームーンシリーズでは、月のギ、セーラームーン及びその恋人、千葉守、タキシード仮面がお気に入りだった。小清水亜美。 平田真奈とは劇団若草時代からの窮地の中、2009年12月より、不いにとして正式なユニットを結成した。金井美香からはデビュー作、だ、だ、だ、で共演して以来、娘のような存在として可愛がられている。伊勢マリアからは尊敬する声優として名前を挙げられている。太字はメインキャラクター。映画、ドラマアニメは、 インターネット配信はインターネット配信ありがとうございます。